フィリップ・ビルヘルム・アウグスト・フォン・デア・プファルツは、ドイツのプファルツのイブルク家の講子。プファルツ選帝公、フィリップ・ビルヘルムとその妻で、ヘッセン・ダルムシュタット・ホーハクゲオルク2世の娘である、エリーザベト・アマーリアの間の、第十三子、八王として生まれた。フィリップ・ビルヘルムは、ウィーンに住む長子の神聖ローマ皇后、エレオノーレ・マグダレーネと、ブレスラウに住む、兄のブレスラウ司教。 フランツルートビヒの元を訪れた後、1689年にイタリアへのグランドツアーに赴いている。フィリップ・ビルヘルムは、聖職者ではなく世俗の世界で身を立てようと考え、軍人になった。しかし、24歳で悪性の熱病に侵されて、わずか1週間後に亡くなり、ライヒシュタットの教区教会に埋葬された。心臓だけは抜き取られ、 故郷のノイブルク城内教会に安置された。1690年10月29日にザクセンラウエンブルク公王ユリウスフランツの娘アンナマリア・フランツィスカと結婚した。二人の結婚式はフィリップ・ビルヘルムの父先帝公が亡くなったために延期され簡素に行われた。夫妻は二人の娘を設けた。フィリップ・ビルヘルムの死後未亡人アンナマリアは トスカーナ対抗ジャンがストーネでメディチと再婚した。ありがとうございます。